ここまでウェザーニュースライブコーヒータイムをお送りいたしました。この後午後2時からはウェザーニュースライブアフタヌーンが始まります。今日は大島リノンキャスターです。よいしょ。あ、いないじゃん。ちょ、のんちゃんあれ、これあれだな、のんちゃん、あれですね、山口さんのお手伝いをされてるパターンですね。あれ、ちょっと、あら、あら、ちょっと誰もいないじゃないですか。ちょっとあっち見ますね。あ、いた、いた、のんちゃん。時間ですか。のんちゃん時間ですよ。どうだ、どうですか。あれなんかもう結構進んでるんですけど、難航中です。水平が取れないみたいで、水平が取れない。ああ、使いのほど。そうね、もうちょっと一回乗っちゃう、借りますね。本当にそのようにやってきます。なんか入ってるかな、大丈夫。あ、なんかいろんなマイクつけてきちゃったんですけど。あっちにもおんちゃんの声がして、こっちでも入って、ね、そう、あ、本当ですか。どっちにも入ってました。大丈夫です、大丈夫です。なんかあれだよね、うん、ここまで地震系の番組さ、私とのんちゃんしかってまだ出てないみんな増えててないけど、なんかここだけ、ね、ここだけずっと見守ってますよ ね。さっき私なんか、うん、もう今日逆にいりませんみたいな言われしましたよね。私もそれ打ち合わせ中に聞いて、そう、嘘、いらない今日、そう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 いらなかったかしらって思ったんですけど、ちょっと今言って何してるか聞いてみました。なんか水平を撮ってるって言ったんですね。そう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 、このこれが水平を測る機械だそうで、なんかそういう機械もいろんなのがあるんだなって、面白い、ね、道具か、ね、水平を測る道具がこの世にあるだなって思わなかった。今までの人生で水平を測ったことがなかった。確かに。なんかあの物件探しとかで、あ、そうね、ここの家の転がしたりしますよね。あ、斜めってないかなみたいな。あ、そっか、だからビー玉じゃなくてこれがあった方が、いや、そう、本当ですよね、より分かるってことですよ ね。 すごい。ちょっとガチすぎてさ、それ多分、ね、会社の人も引いちゃうよね。本当です、なんか下手なこと言えないね。そうそう、この人水平測るただものじゃないな。思っちゃうよ、ね、でもなんかすごい勉強になる、こういう道具もあるんだなとか ね、 ね、ちょっと不動産見に行くときはなんか前回より急にレベルがアップしたよね。本当ですね、うん、なんか振り子とかはやっぱりこう見どころ多いシーンがあるんじゃないかって山口さんもおっしゃってましたし、まあ、メインどころになってくるのかな。なんかこうやって見てるとさ、ここにテーブルがあるからもうさ、はい、テレビショッピングなのよ。あ、ね、確かにテレビショッピングみたいな雰囲気ありますね。あれ、まっすぐになってる、なんかなってる。そう、この振り子がちょっと斜めっちゃってたんですよ、水平が取れなくて。あ、でもあのまっすぐになってきてる気がする。あ、完成したらしい。完成した。よかった。あ、じゃあ第3回目終了。うん、多分なんだかんだ1時間なん、ね、まあ、やっぱり結構1時間くらいかかりますよ ね。 ね、すごい揺らしてますけど。へ、完成というか、もう間もなく終了するということですが、ね、のんちゃんも私も今日もね、お手伝いをしていきました、はい、この後のんちゃんは、はい、ウェザーニュースライブの方にも出演します。はい、今日は注目点は雨と、あとは暑さ、ね、そう、暑かったですよね。